just always so perfect. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. みんなは今日はどんな一日でしたか？楽しい一日になりましたか？刺し方やばい、よく言われる、すごい刺し方するなって。
いてるのかついてないかわかんないぐらいのさ感じ。かわいい。いや、暑くないよ。わかんない。室内だけ。あ、室内。暑くない。全然暑くない。晴れの日と喋る。え？何だったの？マジ？こっちは降ってないよ。いい感じ。ちょっと配信までにメイク終わらせたかったんだけど、ちょっと終わらなくて。ゆっくりご飯食べようとは。今日はあの豆腐そうめんと、うん、はい。でも今日日中マジあったかかったですね。本当に。あ、今暑かった。豆腐そうめんと。アイガモスライスと卵と今日の配信のお供はこれです。おいこすプロテイン、プロテイン。わわ、ポトフいいね。ポトフ、え、ポトフ作りたい。やばい。そう、今日はね、先生に太ったって言われたの。嘘嘘だ、嘘嘘嘘だよね。なんか、なんか面白いのが、その体重計をまあ乗っても体重は変わってなくて、体重は変わってないんだけど、なんかちょっと太った、ちょっと太った、ちょっと丸みが出た、丸みが出たよねみたいな感じで今日話をして、そのいや、ね、太ったわけじゃないけど、そのなんかなんて言うんだろう、ちょっと前はちょっと多いな、もうちょっととかなんかとか多いよ、私もちょっとあの細かった、細酸性的には細、ちょっとガリガリかもみたいな感じだってって言ってて、でだけ今がちょうどいいぐらいだよ感じ、そのパフォーマンス的に見てもそうだしみたいな、で今がちょうどいいぐらいだけどねみたいな感じ。そう、でもそのやっぱり筋肉をその維持するのが難しいよねみたいな、その睡眠も大事だしご飯も与えなきゃいけないからすごく大あの難しいけどみたいな。そう、まあ、いらないその肉がないっていうのはいいと思うんだけど、なんか、
ていう話。睡眠は、いやでもね、睡眠別にそこまで、あのたまにやばいだけで、その毎日睡眠とってないかって言われたら別にそうでもないから、普通に、うん、でも最低でも5時間はたっとるけん。あ、そうそう、しかもそう、二度寝もするけんね普通、うん、本当に朝ランニングってなるとちょっとハードルが高くなるけんさ、なんか やらなくなりそうだけん、すぐ、あのウォーキングぐらいなんかやればまだなんかいいんかなとか思ったりするね。なんかマジでその、うん、なんか軽い気持ちでなんかねできたら一番だなって思うんだけど。今日ね、あの昨日ママが作ってくれたキムチ鍋があって、そう、いやなんか朝目が開いてないって世間では有名ですよ、巷ではえ、開いてますけどね、うん、悪口ですかな確かに、まあ開いてないな、もうしょうがないじゃん、許してよ。でね、そう、あのまあ昨日ママが作ったキムチ鍋を食べたんですよ今日。でそしたらなんかお肉がなんかちょっとピンク色だったの。でも昨日作っとったけんピンク色なわけないよなみたいな感じで普通に食べたんですけど、なんか後々から聞いたらそれはなんか後入れしたものらしくて、多分まだ火通ってなかったんかなって感じ言ってて、そう今食べちゃうんですけど、したらねお腹がギルギルになってね、あの下痢してきた中してきた。やばいやばい。大中小あって中をしてきた。はい。そう。でもなんかそれだけで終わったけんまだ良かったけど。え、なんかさ、そこからこのなんか胃腸炎になりましたとかさ、あのなったらちょっとね、あのあれやけど、じゃなくて。あ、でもやっぱ危ないなと思って。そうですね。あとありがとう。お腹下したでいいよ確かに。あ、いや温め直したんや、温め直したんだけど、なんかほんのりピンクだなって思ったの。ほんのりピンクだなって。しかもなんか電気もそんなちゃんとつけてなかったっけん、部屋の。なんかほんのりピンクだな。ジュジュハットありがとう。ロコボボさんかっこいい、ありがとうございます。まあ美味しかったんですけどね。ジュちゃんありがとう。ミディアムレア、そうやね。なんかいや、バイト先にさ、山形ポークのローストっていうのがあるんですよ。でポークのローストも結構あのなんで低温調理されてるんで、全然その赤みがあるんだけど食べれるんですよね。あ、でもそんな感じかなみたいな感じで今日は食べました。はい、いやもう USJ、 もうこの曲はもう USJ。 あ、豚肉だった。今日はあのー、
10月22日のあのなんて言うんでしょう、話、うん、皆さん10月22日見に来るよっていう人、ありがとうございます。朝からステーキさんもありがとうございます。はい、ね、すごくやっぱり22日もとても楽しみなんですけれども、なんと22日は私のいつもねボイトレの先生でもございます、そして曲、私の曲を作詞作曲してくださっているキーチさんが、キーチ先生が、なんとねゲストで出てくださるって、はい、キーチさん、キーチ先生とのそのデュエットだったりとかもあるかも。なのでワクワクですね。まあネタバレしている曲もねありますのでね、スイートマジックとスマイリー、アンリミテッドインパクト、片思いの入り口と、一応ネタバレしている曲もありますので、ついでフルボムさんありがとうございます。ハートキス先生のライブ楽しかったもんね、1月29かな、だったよね。知事ハットありがとうございます。明後日またリハーサルです。今日はどんな一日でした？皆さんは。やばいやばい。
ネックレスがね壊れたんですよ。壊れててネックレスでね、なんかちょイジイジしてたらもう一個取れちゃって、なんかあやばいってなって、ちょっとこれつけんと次つけれるかってなって、まぶい、そう破壊した今。マジでこれこそが破壊神だとでも言える、マジでそう言える。うんなんちゅうこっちゃ、もう破壊神すぎんかって、怖いよ。マジちっちゃすぎてパーツが、これマジでなくしたらもうこれ修復不可能になるんじゃねえって思う。まあちょっとペンチをもらいに行ったんですけど、ペンチちょうだいって、あったら持ってくからって言われた。またあとありがとう。なんか見せらんならない。え、これマジで。これ。じゃ。マジ見えんけど。これ。クソちっちゃい。これをつけて。ありがとう。え、なんか入るかな。あーもうスコスコスコー8スコスコーゴールドライブ行きたかったね。ライブ来てほしい。なんで来んの、ちょっとごめん。え待って、さすがにこれはちっちゃすぎかも。やばい。やばいやばい。もう今2回言ってます。詰めないね。
いたよ。痛い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 。私の指をつまんどる。それはちょっとすぎたよ。の来た来たけど、これが多分でかくて、あー入らんなこれ多分。1個パーツ取れたのは直ったんですけど、さすがにこれははめられんわ。でかいわ。お母さんからもらったこのシーカマはちょっとでかすぎて入れません。赤いシーすぎは。でもこれさ、結構サイズちっちゃくね？シーカンでも大体これぐらいじゃない？ね、く、く、直す。わかんない、もう。仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。ありがとあるけど。
青さん、レッドコンボにありがとうございます。だから行けば会えるだって。行けば会えるけど、でもライブでも会いたいな。 T字ポンタンありがとう。10月は22だけど11月は11日だよ。シェアハピー待ってます。首を長くして待ってます。砕けろってあるじゃん。はい、一回行ってみようね。みんなそうだよね。このキャミューちゃんの予想が、あー嬉しい、本当にそう自分で言う。
スイートポテトっていろいろあるのね。おお、シャーダンゴさんはハーゲンダッチュですか。和風スイートポテトとは、おはぎ、へー、芋のおはぎっておいしい。待って、モーさんやばいんだけど超買っとるやん。このモーさんはどれが一番美味しかったんか。美味しそう、このハンシ君の。うわ、このなんかポンタのやつもなんかめちゃめちゃ。はい、喜んで。なんとかなんとか。一人で食べたんじゃ。お土産？お土産なのに？お土産コーナーのやつなのに？
よし。あ、間違えた。ない。スマイリーは入ってない。ない。ちょっとアンリミテッドインパクトもないし、スマイリーもなかったんで、これいきまーす。教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女を探そうとして、そばにいるただの友達でも離れた文化民になってる。恋の気配急に感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビューみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの。同じ校舎で学んでるのに、僕らははぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しいんだろう。クラスメイトの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すんだ。斜め前の席に座っていた、その存在当たり前すぎて、異性として気に求めなかったよ。教室から何が見える？カーテンがふわり回って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が泣く。心に何が見える？純粋な愛か期待願望なのか。僕の風は吹いてるか、彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学路、偶然十字路で出会った。久しぶり一言がなぜか言えずに、ぎこちなく半分ほほ笑む。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入
学式デジャビューみたいな桜の木切な悲しい遠く何をしていても気になってしまうんだこんなはずじゃなかったのに彼女はどこにいるのか片思いの入り口ココアなし大好き星人さん、私さんもペンライトありがとうございます。シャニーミガさんハートありがとう。ジジハートありがとう。片思いの入り口でございました皆さん。こちら10月、今ね10月22日に、行われます門脇みのレギュラーライブ2024スイートポテト。スイートなひとときを添えてで、やります曲をちょっとねネタバレをしております。ちょっとシティのね曲を今歌ってるんですけど、シャニングミガさんジージーイチコさんハッ、もう充電がピンチだよということなので早速ちょっとネタバレ曲最後の曲になる、本当はスマイリーとあとアンリミテッドインパクトが一応ネタバレ曲なんですけど、このカラオケには入ってないのでちょっとね、はいでは次はスイートマジックを歌います。スイートマジックだ、初っ端からパッパッパラパッパッパラパッパッパッパラパッパッパを皆さん言っていただくのでよろしくお願いしますって言うとしたらですね、こちらスイートマジックも曲が入ってないということなのでオーマイガーってなのなんということでしょう。はい、どうしましょう。なので、その次の、11月の門脇みのレギュラーライブ2024シェアハピーどっかインスピレーションの秋というね、11月11日に行われるんですけれども、こちらでやる楽曲を先にネタバレしたいと思います。はい、まあでもこの間ねちょっと歌ったんですけど、この曲を1回歌って、ちょっとカラオケは終わりたいと思います。ちょっとマジでやばいんで、それでは行きまーす。こちらカメレというハニーワークスさんの楽曲でございます。こちらをネタバレ、得意のレシピアピールして反応ないけどね、ほらね彼の態度はいつもどこか冷たいの、派手めのメイク慣れてきて背伸びしたグループで今日も笑顔作ってなんとかやってます。恋をどんどんどん加速させてドアをどんどんどんノックするの、私信じてるよ、誰も知らない彼を知ってるの、私だけの秘密少しあげる抱きしめて二人だけの秘密にしちゃえ、白いメレンゲの泡消えないように二人だけの秘密作ろうぜ、マカロンショコラカヌレタルトでマシュマロガトーショコラねえ食べてよね、信じてるよ、疑うこともあるけどね怖くないんですよ、ほらねそばにいるから傷だって分け合いたいよ、口が悪くて不愛想で
誰も頼らないね。笑顔探して隣を歩きます。距離がノンノンノン分かんなくなって、一人ぼっちいつの間にか、私信じたからバカみたいだね。ほらまたつまずいて、私だけで秘密隠したいこともあるの、一人だけの秘密にしちゃえ。白いメレンゲの泡切らないように、作り笑いは得意なんです。せーの、マカロンショコラカヌレタルトでマシュマロガトーショコラ、ねえ残さないで。こちらカヌレでございます。まあでもちょこっと、トントントンノックするよ、君に嘘はつきたくない、私信じてるよ、涙は似合わないの。私だけの秘密少しあげるだけ締めて、好きだよつぶやく、白いメレンゲの泡消えないように、二人だけの秘密作ろう。せーの、マカロンショコラカヌレタルトでマシュマロガトーショコラ、ねえ食べてよね。好き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 、せーの、サンキュー、信じてるよ、愛してるよ、ララ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 ラ、うーラララララララ、うー信じてるよ、イエイ。マカロン、マカロン、ショコラ、カヌレ、タルトレット、マシュマロ、ガトーショコラでした。ありがとうございます。充電しないとやばいです。死んじゃう、出ます。2、3、4、5、6、7、あ、そういうことか。じゃけはい、これをですね11月の11日のライブで、ちょ先にちょっとネタバレしたんですけど、はい、ちょっともうネタバレ歌える曲がなさすぎたということで、はい、お先にネタバレさせていただきました。はい、てな感じでですね、10月23、やば1日先行っちゃったよ。10月22日はですね、今のではないんですけど、4曲をまあやりますよっていう感じでございます。はい、思った今で、チケットが今もまだ販売中ですので、ぜひよろしくお願いしますぜひぜひ。ちょっとね、やっぱり平日っていうところがちょっとナイーブな部分でもあるし、広島なのでね、ちょっと行きにくいなっていうのは多分多いと思うんですけれども、もし現地の方とかいらっしゃいましたら、ぜひぜひ来てくださったら嬉しいなと思っておりますです。はい、ポンタージャニグフィンガーさん、ハートありがとう。はい、でな感じで、本日のね、私の配信は終わりたいと思います。今日もありがとうございました、皆さん。はい、
また明日の朝配信で皆さんお会いしましょう。そして明日はですね、ミーティングというのも入っておりまして、新しく始まるプロジェクトのミーティングに行ってきます。ドキドキなんですけれども行ってきたいと思います。え、明日も皆さん一緒に頑張りましょう。今日は一日お疲れ様でした。では13位ココアなし第1期さん、梨が追加されたんですか。12位生まれ変わったやいばちゃん、ちちもさん、チーズのひれさん、9位シャイニングフィンガーさん、8位ロコココさん、7位アベルさん、5位キリちゃん、4位キリキリ。ライブまであと1週間ね、本当に時間が経つのあっという間でございます。本当にね、ライブを皆さん楽しみに待っていてくださったら嬉しいなと思いますし、私もライブを糧に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っておりますので、いきます、はい、で、第3位はアマチュクリさん、ありがとうございます。そして第2位がトシさん、ありがとう。そして本日の第1位はポンタ、ライブまでもうすぐだね、毎月会えるの嬉しいな。まあそれがやっぱりね、このレギュラーライブの醍醐味でもありますけれどもね、やっぱり毎月やることによってその毎月会えるんだっていうその安心感っていうのもね、なきにしもあらずなんですよ。ちょっとそれは違うぞ。本当に人生というものは何があるかわからないじゃないですか。なので本当にそのひとときを、マジで大切に私もしたいなって思うし、みんなもそう思ってほしいなって思うし、何があるかわからないからこそこうやれるときにやる、押せるときに押せっていうことですね。はい、なのではい、ぜひよろしくお願いいたします。10月22日、そして11月11日、今のところ決まってるライブはこちらなので、ぜひよろしくお願いいたします。いや、本当に当然のことが、ことと思ってたの、本当に当たり前は当たり前じゃないんだよっていうのもね、本当にいつも胸に刻みながら生きます、生きてます。本当に。よく、最近って言ったらあれだけど、最近、より、一層その痛感しながらそれ生きてるんだよ私。はい、本当になんか一つ一つの奇跡で今があるんだなって本当に思うので、だから本当に皆さんと出会えたことも奇跡の一つです。はい、これからもたくさんの奇跡を紡いでいきましょうね、みんな。それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。今夜もまた夢で会いましょう。お疲れ。また明日も頑張ろうね。おつ。バイバイ。おやすみ。